日本の医療の闇について医療法規がなくした65歳以上の高齢者に10万円支給できると言われています。優秀な理系の学生は医学部に医者の寄婚率は90%超えると言われていますし、紙の検証は世界最高水準の医療のあるべきで使えると外国人に使い回されております。これもメディアを言わない。日本の医療は高度成長時代の箱根やドルなどよひどいと思いませんかえっと、医療費で確か日本は17兆円ぐらい使ってるんですよね。 なので、結局そのなんかオリンピックで、あの、まあ、2兆円超のお金使って大変だよねって、まあ、でも、あれが実はその、あれの8倍ぐらいの金額を毎年使ってるっていうのがあって、まあ、闇というか、あの、調べればみんなわかるし、まあ、しょうがないよねっていうところで。 で、紙の保険証を使いまくり問題っていうのがあって、で、それを何とかしようとしていると、割とあの、こう、紙の保険証をなくすのは何事だって言って、あの、河野さんがすげえ叩かれるっていうのがあって、で、河野さんはすげえ叩かれるけど、紙の保険証をやめるべきだよねっていうのをずっと言ってるので、僕は割と日本社会にとっては正しい人だと思ってるんですよ。要するにあの、叩かれることはやらないっていうのだと、その、声の大きい人の勝ちになっちゃうんですよ。 でも、神の保険証で悪さをしている人たちっていうのが騒ぎ続けると、じゃあ神の保険証をなくすことはできませんと。で、でも、河野さんって嫌われてても神の保険なくしますっていうのをずっとやってるので、なので、ああいう、そう、嫌われても物事を遂行できる人というのがいないと、日本社会はどんどん悪くなると思うんですよね。なので、僕はこう、河野さんは結構偉いなと思ってるんですけど、でも世の中には河野さんを偉いなと思う人は少ないんですよね。 で、河野さんが叩かれてるんですけど、実はあれはその岸田首相の意思でもあるんですよ。要するにその岸田さんが、いやいや、そのことやらなくていいよって言ったら別に河野さんはそれやらなくてもいいわけじゃないですか。でもその岸田首相の意思であるんですけど、岸田さんが俺も賛成ってあえて言わなくて、なんか河野さんだけ叩かれるという構造になってるんですよね。なので、なんかその、うん、長期的な日本のために頑張ってる人というのはあまり評価されていないっていうのが、まあ、なんか日本ありがちですよね。 どっちが悪いと結局あの、マイナンバーの場合、暗証番号忘れたらどうするのか問題みたいなのがあるんですけど、それ言うとあの、の多分暗証番号なくても通しちゃうと思うんですよね、要はその何らかの理由があって暗証番号が分からなかったとしても、まあ、毎回来てるあの人だから OK みたいな形で、多分運用ではカバーできて、で紙の保険証の場合って、結局、本物かどうかは知りようがないので、なので、あの カリカシとか、あの外国人が使うっていうのは、どれぐらいあるかっていうのが、もうわからないんですよ。<laughs> 例えば、えっ、ー、と、まあ、ちょっと話変わるかもしれないですけど、あの、ガーナから来ていて、で、今、透析の治療を受けている人が、 その日本で裁判をやっていて、で、そのガーナに帰ったら、俺は投石が受けられないんだ。だから日本で受けなければならないんだって裁判やってるんですけど、あの、ガーナの人が、あの、いや、うち投石施設ありますよ、うちの国って。うち一応健康権、健康権ありますけど、みたいなの書いてて、え、あるんじゃん、みたいな。<laughs> じゃあ日本で受けなくていいじゃん。なんで日本の税金でやんなきゃいけないのみたいなのあったりするんですけど。 で割とその、外国人って保険証を使い回しやるっても、まあ、あの、病院としては別に使い回しだとなんだろうと知ったこっちゃないんですよ。そのお金は国からもらえるから。っていうので、なので、あの、使い回しをその、尖める人っていうのは構想上いないんですよな、ね。なので、そこを何とかしようとするっていうのは、まあ、結局、マイナンバーカードぐらいしかやりようがないので、なので、そういう形でこう、あの、支出をなるべく減らすっていうのをやらないと、結局、その、若者負担が増えてしまうので、 人口の少子化が止まらないんじゃないかなという、いつも通りのこう、日本のなんか闇的な結果になってしまうのが残念だなと思うんですけども。